久米美術館は東京都品川区上大崎にある日本近代洋画と歴史学者久米国武の資料を中心に集めている美術館である。1982年10月、目黒駅前に開館した。今から約125年前、久米慶一郎はフランスに渡りラファエルコランに支持する。ラファエルコランの弟子には黒田清照もいて二人は修世の友となる。美術館では 久米慶一郎の主要な作品の他に、クロダ・キテルや、ラファエル・コランの作品も所蔵する。主要な所蔵品としては、久米野の、リンゴ・ヒロイ、集計、清水寺、晩秋、少女、クロダ・キ久テル、一郎肖像、グレーの水車場、画質にての久米野勝ツ太郎、自画像、ラファエル・コラン、夏の野,野などがある。また、久米野父の歴史学者、 久米国武が集めた貴重な資料も豊富にあり、美術館では絵画と歴史資料の展示の両方があるが、その時々で展示内容が異なることがある。したがって事前に確かめておかないと目的のものが見られない可能性もある。2011年現在では10時17時休館日、月曜日、利用案内。久米美術館。 2011年11月29日閲覧。滝野悟美、親子で、美術館。ARTSFORALLJAPAN.org。2011年11月29日閲覧。オフィスクリオチョ、首都圏美術館。博物館。ガイドブックメイツ出版。P40。ありがとうございます。